高新寺は福岡県北九州市出身の元プロ野球選手。広島東洋カープ一軍ヘッドコーチを経て2021年シーズンより、再び二軍監督に就任。東畜校では3年時の1985年に春の選抜に出場。初戦で天理校に0の2で敗退。高校通算10本塁打。高校同期に檜山康弘がいる。 1985年のプロ野球ドラフト会議で、広島東洋カープから任意指名を受け入団。プロ3年目の1988年に1軍群発出場を果たし、その後も守備の名手として活躍した。チームが6度目のリーグ優勝を決めた1991年10月13日の阪神タイガース戦では、スタメン出場し、サードを守っていた。 高い守備能力と比較して打撃は非力で、通算本塁打はわずか3本であるが、プロ初本塁打は佐々木和弘から放った。打席数こそ多くはなかったが、貴重な左の代打や守備固めなど、ユーティリティープレイヤーとしてチームに貢献した。1998年限りで現役を引退した。事前に引退の報道やセレモニーなどの予定はなく、試合終了後、 かろうじて電光掲示板で引退が発表されたにも、かかわらず、広島市民球場の正面玄関には、多くのファンが押し寄せ、高野、突然の引退を惜しんで名前を連呼していた。チーム内の人望も厚く、引退試合では、試合後のロッカーに、前田智則から花束が届けられていたという。引退後は、チームスタッフを経て二軍コーチ、2003年に一軍。 内野守備総類コーチに就任。2011年は監督の采配をサポートする一、軍野主チーフコーチに起用された。同年6月26日、監督の野村健次郎が審判への暴力行為で2試合の出場停止となり、代わりに高が6月28日29日の大半審選で監督代行を務めた。2015年には二軍監督に就任した。 2016年からは一軍ヘッドコーチに就任し、2016年と2017年、2018年のリーグ3連覇に貢献した。監督の大形光一は、判断に迷うような時、光さんがいると安心できると語っている。週刊ベースボールのインタビューで、女性にも人気があった高に対し、バレンタインデーに欲しいものがありますかという問いに、 他の選手はいろいろ商品をあげていた中、特に欲しいものはないです。その人の心がこもっているものならば、それにかなうものはありませんと語った。小学生時代から習っていた手材では2段の段位を持っており、選手時代のシーズンオフに出演した12球団の選手対抗クイズ番組で出題されたほぼ全員が、 計算すら諦めるような暗算問題をただ一人自身を持って回答し正解したこともあった。自軍の選手が、小石球を受けると激怒し、相手に向かっていこうとすることが多く、コーチや選手に止められることがある。また、選手からは、コーヘッドが一番怖いという声が上がるなど、指導力に定評がある。ありがとうございます。